ラサガラス、ディアラ・モスタファは、フランス出身の元サッカー選手。ポジションはミッドフィールダー、もしくはディフェンダー。マリにルーツを持つ。レアル・マドリード時代の登録名は、ラス。ルアーブル AC で、プロデビュー。その後、チェルシーが、クロード・マケルレの後継者として獲得したことで、注目を浴びる。2006から2007シーズンに入ってから、エーデル・グジョンセミや、マニシェの対談もあり。 出場機会が増えた。また、チームメイトのパウロ・フェレイラの不調により右サイドバックに入ることもあった。2007年8月、同じイングランドのロンドンにあるアーセナル FC へと移籍した。しかしレギュラーポジションをつかむことができず、わずか4ヶ月余りでポーツマスへと移籍。ポーツマス入団当初は、ニコ・クラニチャールと、どちらが FK を蹴るか何度か試合中に揉めたことも、 あった。2009年1月、スペインのレアルマドリードに移籍した。レアルマドリードではすでにマーマド・リアラがいるため、登録名はラスとなり、自身もラスと呼んでほしいと入団会見で述べた。背番号は入団当初は怪我で離脱していたディアラが、つけていた6番であったが、2009年夏の移籍市場で多くの選手が入れ替わり、またディアラが復帰したこともあり。 2009から10シーズンからラスは昨シーズンまでベスレースナイデルがつけていた10番をつけることになった。2009から10シーズン前半はチームの中心メンバーとして活躍していたがシーズン後半は負傷やフェルナンドガゴの復調などで出場機会を失い厳しい状況になった。翌シーズンメンバーが多く入れ替わったチームの完成度を高めるために新監督 ジョゼ・モーリーニョは、序盤戦スターティングメンバーを固定し、出場機会に恵まれなかったラスは遺跡の可能性を、示唆した。モーリーニョもシーズン終了後のプレシーズンツアーにラスを帯同させず、2010から11シーズンに、ラスがつけていた背番号10を、プレシーズンマッチで、メスとエジルが着用していたことなどからその動向が、注目を集めていたが、最終的に残留することとなった。 2012年8月31日、FC 安島八からに遺跡が合意。しかし、2013年8月に、安ジが経営規模の縮小を打ち出し、放出候補になった。同年同月、ロコモティフモスクワに遺跡決定。2015年8月、約1年の無所属期間を経て、母国の競合オリンピックマルセイへの遺跡が決定した。2017年4月19日、 UAE リーグのあるジャジーラクラブに移籍した。2018年1月23日、パリ・サンジェルマン、FC と2019年6月30日までの契約を結んだ。U-21 フランス代表で活躍し、ドメネク監督によってフル代表初招集を受けた。2007年3月24日、ユーロ予選のタイリーとアニア戦で、マケレレと共に先発出場を果たした。 その後もユーロ2008年の親善試合で負傷していたビエラの抜けた穴にラスが入り負けレレと組、ディフェンシブハーフを試されたが結局本大会ではレギュラーはつかめなかった。ありがとうございます。